打診とは、詰将棋における手筋の一つ。自陣に存在するなっていない敵駒に働きかけて、生か不成かの選択を強要する手筋を言う。自陣に存在するなっていない敵型駒は、状況に応じて、生と不成を選択できる状態にある。この時に、何らかの方法により、敵型駒を自陣から追い出せば、 敵型駒はその段階で成か不なりかの決定を余儀なくされ選択権を奪うことができる。特に内部詰めに関連する局面では公的な時期まで生を保留することが有効な場合があるため敵型から生か不なりかの選択権を奪う着手に合理性がある場合がある。ここで働きかけを行う着手を打診と呼ぶ。打診は将棋の対局でも 理論上は生じ得るが、現実に起こることは、ほとんどない。随一で三三銀不成とすると、一六玉は一七歩、二五玉、三五角成で積む。少しひねって三五歩合としても、同角不成、一六玉、一七歩、二五玉、二四銀成までで積む。これらの手順は、初めから五三角が馬だった場合は積まず、かつ三五でなる必要もあることから。 攻め方は、正となりを場合に応じて使い分けていることになる。そこで、2手目に44歩とするのが打診であり、これに対して同角なりならば35歩、同馬、16玉として、内部詰めの局面となる。また、44同角なりならば16玉として、前述の手順では詰まなくなる。高肩駒に対する打診は、玉型の中合いによる場合が多いため、 これを特に打診中号と呼ぶ。図読んで、三五角、同比なり、二五歩、同竜で内部詰めが解消しても、竜が強力で詰まない。そこで、初手で三六桂とするのが打診で、二手目に、同比なりならば二五歩、同竜、四二角で詰む。このため、二手目は、内部詰めを主張して同比不なりとするが、以下三五角、同比、二五歩、同比、 3、4竜まで7手詰めとなる。ありがとうございます。